新型肺炎が猛威を振るっている武漢市に移動式の焼却炉が投入されました。メディアの報道によると、すでに40台の医療廃棄物焼却設備が武漢に搬入され、物議を醸しています。武漢市民は死者が多すぎるため、これらの設備は遺体焼却用だと指摘しています。2月15日午後、中国の造船最大手、中国船舶集団参加の 南京抽選緑州機器が製造した移動式医療廃棄物処理設備と医療廃棄物焼却炉が武漢に到着しました。中国メディア新民万網によると、これらの移動式設備は大型トラックで輸送され、その数量は40機に上ります。2週間以内にさらに医療廃棄物焼却炉20機が武漢など、感染が深刻な地域に投入される予定です。 武漢市民の陳さんは、武漢の死亡者は政府発表よりはるかに多く、これらの移動式焼却設備は死者の遺体を処理するためだと考えています。 報道によると移動式焼却設備は2秒で廃棄物を焼却することができ、毎日5トンの医療廃棄物を処理することができるとのことです。この移動式焼却設備は長さ20メートル、体積は30立方メートルで、個体の粉砕、焼却、空気清浄など3つの部分からなっています。一方、注目を集めているのは 設備の外壁に、廃棄物と動物死体処理用と書かれており、医療廃棄物だけでなく、動物の死体も処理できるということを示しています。<や> 近日、大紀元が湖北省の複数の仮葬場に対し、覆面調査を行いましたが、武漢市観光仮葬場では、1日あたり少なくとも225人の新型肺炎による死者の遺体を焼却していることが判明しました。また先日には、仮葬場の中に焼却待ちの遺体がずらりと並べられている動画もネットに投稿されました。NTD ジャパンがお伝えしました。